い、こんにちは、物欲名古屋人です。今回ね、スマホケースご紹介いたします。前回はクリアケースに iFace のポケモンボールのスマホリングね、装着したという動画をお伝えいたしましたけれども、今回はね、その中でもちょっと触れました、モフトです。9ヶ月前にこちらつけてね、ずっと使っています。モフト、もうね、有名ですよね。こういったスマホケースというかね、スマホスタンドとして有名なモフトですけれども、約9ヶ月利用いたしまして、結構ボロボロになりました。まあね、毎日ね、ずっと使ってますので、一番触れてると言ってもね、過言ではないんじゃないかなと思いますけれども、このようにね、横向きのスタンドにもなりますし、縦置きもできます。さらにリングとしてこのように指を通して落ちないようにするというね、機能が搭載されているこのモフトですけれども、さらにここにクレジットカード、このように私はね、1枚入れております。これがね、とても便利でいいんですけれども、やっぱりね、消耗品ですね。このように広げるときにね、こう指を引っ掛けたり、カバンとかポケットに入れたときに、このね、合皮の部分が剥げてしまったり、どうしてもこの側面がね、剥がれて見栄えが悪くなったりということで、まあ、耐久力があるといっても、まあ1年持たないかなっていうね、感じなんですよね。もっとね、丁寧に扱えばもちろん、もっと持つとは思いますけれども、私のね、使い方だと、9ヶ月でこのような状況です。で、今回ね、新しく、まあ新調しましたというだけの動画なんですけれども、ちょっとね、今回、違うタイプのものにしてみようかなと思いました。こちらはクリアケースに、両面テープでね、がっつりと貼ってあります。このクリアケースを剥がしますと、このような感じでね、べったりとしっかり貼ってあるので、かなり強力ですので、全く落ちることないんですけれども、まあケースとね、こう一体になった感じです。で、まあこのケースも、凹辺というかね、基板できましたので、今回このケースとともにですね、このモフトを新調しようということで、今回、こちらですね、こちらをつけたいと思います。同じくね、モフトのスナップフォンスタンド&ウォレット、コンパーチブルウィズマグセーフということで、マグセーフ用のですね、モフトです。ポートレートモード、フローティングモード。今回フローティングモードといって横向きにできるのが特徴です。ランドスケープモード。そしてマグセーフなので、付け外しが簡単にできると。カードはね、2枚まで収納可能で、なんと磁力の耐荷重は 1.5 キロというね、最新というか最近の進化したモフトです。で、このモフトを装着するには、ここにマグセーフとありますように、マグセーフ機構がスマホにないとダメですね。ただ、Google Pixel 7a はマグセーフありませんので、スマホケースにこのようにマグセーフ機能がついているね、ものを選びました。こちらもね、いろいろと Amazon で売っていますので、よくわからなかったので、エイヤで買ったものですけれども、はい、Google Pixel 4 Pixel 7a 用のザ・ニューケース、マグセーフ化できるというか、マグセーフが、マグネットがね、ここについている、クリアケースです。概要欄にね、購入したリンクを貼っておきますけれども、こちらをつけて、このモフトをね、つけてみたいと思います。では、開封いたします。まず、スマホケースですけれども、このような感じで、クリアなタイプを選びました。で、マグセーフ機構がついているわけですけれども、このようにかなりね、白くて目立ちますね、これは。こんな感じですね。なんか、ストラップまでついてました。このようなね、リングもついてまして、まあ、シンプルなケースですね。こんな感じです。使っていたものとね、比べますと、やっぱりね、黄色くなっているのがお分かりいただけますでしょうか。こんな感じで、はい、黄色くなりましたね。どうしても経年変化ということで、このようにね、ケース、黄色くなってしまいますので、まあ、こういった見栄え的なことも考えるとね、定期的に交換するのがいいと思います。こんな感じですね。レンズの部分は結構広く開いているタイプです。ただ、この丸くね、目立つマグネット部分は、モフトつけますので、外からは見えなくなるはずですし、こういったね、マグセーフ対応の充電器とかもね、使えるようになるんじゃないかなと思いますので、こういったケースを Pixel 7a とかね、iPhone 以外のスマホを使いの方選ぶといいのかもしれません。ケース装着いたしましょう。
ずっとねケースをつけていることもありまして、この iPhone じゃない Google Pixel 7a 自体はとても綺麗ですね。特にね売却とかは考えてませんけれども、ケースがね特に売却とかは考えてませんし、この Pixel 7a 結構泣き売りされてますのでね、もう安いと思いますけれども、ケースつけることでね綺麗な状態で使い続けられるっていうのがねメリットですね。やっぱりねメーカーさん薄くということでいろいろと工夫されてますけれども、裸のままねスマホの場合は私は使うっていうことはあまりねできずにいますね。まあ、本当はねスマホ裸で使うっていうのがね一番かっこいいなと思うんですけれども、このような感じでちょうど G が真ん中に来る感じですね。なかなかかっこいいですね。このようにクリアケース装着いたしました。レンズ部分はこんな感じで、はい、ここの部分はねどうしても保護されてません。ボタン部分も問題なく覆われています。そしてストラップの穴がありまして、このようにスピーカーと充電用の端子はちゃんと開いています。マイクが上かな、はい、ここの穴もしっかり開いてますのでね、はい、基本的な機能は抑えたちゃんとしたね、このようなケースになっています。では続きましてモフトを開けていきます。こちらモフトですけれどもプルミーと書いてあります。引っ張ってみましょう。あ、引っ張りましたら、このように説明書なのかな、こういうモード機能があるよということをね、はい、説明書が出てきまして、特にこれ抜けるわけではありませんので、なんだろう、これだけ、これだけのためですね。結構パッケージ凝ってますね。でどこから開けるのかというのがそもそも、分かりませんね。はい、無理やり上から開けましょう。下になんか入ってんのかな、結構分厚めのケースだったのでね、下に何か入ってんのかなと思ったんですけれども、何もなくね底上げがしてる あるだけでしたね。こちらが今回購入したモフトです。ほとんど外見としては変わりませんけれども、色味が少し異なりますね。ちょっと赤っぽい感じです。前回紹介したのはこのオレンジなんですけれども、これまで黄色くなったのかな、いや、もともと多分これぐらいだったはずですけれども、もしかしたらこれもね経年の変色でちょっと黄色みを帯びているのかもしれません。このような感じですね。見た目はねものすごく一緒です。並べるとこんな感じ。ロゴもねモフトって書いてありまして、はい、あ、ちょっと硬い、マグネットが強力ですね、これ。このような感じで。あ、やっぱりマグセーフだからなのかな、裏の部分まで。ここはね、結構硬いですね。これはね、使っていくうちにもう少し馴染んでくるのかもしれませんけれども、ここをね、外す時の磁力が強いですね、かなり。そしてここにはね、カード入れられるポケットがあります。で、あとはマグセーフということで、こちらが先ほどのリングのとこにね、ピタッと行くんでしょう。ではね、試してみます。ここの部分がここにうまく、どうはまるんでしょうかね。あ、こうなるのか。あ、そういうことですね。ドンピシャで、この位置に来ると、結構強力ですね。最初ずれてましたね、今。弱っと思ったんですけれどもずれてました。なので今の、あ、結構強いですね。この丸とこの棒の部分、このマークがぴったりね合う場所に来ますとかなり強力にくっつきます。はい、ほら結構強い力で引っ張ってもね、これ 1.5 キロということですけども、思った以上に強力ですね。よかった。マグセーフね、これ弱かったらどうしようってね、この強度が全然分かんなかったんですけども、あ、思った以上にこれ強力なんですね、マグセーフって。あ、これは良かったです。こうリング上でね使っていた時にこう落としたったらどうしようってね、弱くて思ってたんですけれども、そんな心配はいらなさそうですね。はい、まあ、振り回したらさすがにね落ちると思いますけれども、それよりもここの硬さがちょっと気になるな。はい、こんな感じで、機能性はねほぼ変わらないです。便利に使えそうですね。はい、ちょっと位置が上の方に行きましたね。これによってスタンド機能の
あ、一応立ちますね。はい、横向き問題ないです。カードを移植しちゃいましょう。はい、このように2枚まで入るということです。スッと入りますね。まあいいですね。ちょっときつい、取り出しにくくは少しなりましたけども、まあこの辺り馴染んでくるかな。はい、こうスッとね出せるか心配ですけれども、こんな感じで、はい、隠れますね。いいですね。ピトッピトッということで、ああ便利です。厚み自体はさすがにマグネットが入っているのでちょっと厚くなってます。うん、もともとねこちらがね結構薄かったのでね、とは言ってもねこれ今カード入った状態なのでそんなに大きく厚くなったっていうね感じはありませんね。いいんじゃないでしょうか。で今回このマグセーフになったことで、こういうこともできるようですね。こうかな。おお、確かにこう横にくっつけることもできますので、こうやってスマホを見ることができます。このような感じで、あ、これは便利です。これまでもうね完全に両面テーブルでくっつけていたので、こう90度回転させることはできなかったんですけれども、この丸い部分をねこう横向きにくっつけますと、このように横向きで使えますので、動画の視聴とかねより便利にできるんじゃないかなと思いますね。そして剥がして元の場所につけると、こんな感じで便利に使えます。これは大正解ですね。まあ、まだね使ってませんので、まあ、微妙にこうずれたりすることはあると思いますけれども、大きく外れたりすることはね、なさそうですね。まあ、あとはこの毛布との耐久性ということで、ちょっと強化版ということでなんか変わったんですかね。もう少しへたりにくく傷みにくくなってるかもしれませんけれども、またこちら使ってみて傷んだりしたらレビューして交換したいなというふうに思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回はマグセーフ対応の Google Pixel 7A 用のねこのようなクリアケースと、マグセーフ対応のモフトご紹介いたしました。こんな感じでねしっかりとはまって便利に使えそうです。モフト気になっている方、マグセーフを Google Pixel で使いたいけどどういったケースがいいのかね悩んでいる方、参考にしていただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。